君に依頼する任務は2つ。海上除染施設ビッグシェルに単身潜入し、大統領と人質を救出すること。テロリストたちを武装解除することだ。そのためにはあらゆる手段を用いて構わない。また我々と同時にシールのチーム10が作戦行動を行っている。合同作戦？いや、我々フォックスハウンドは隠密部隊だ。彼らに我々の存在を知られてはならない。いいな？決まった。あ、どうも、皆さんはじめまして、ゆっくりです。メタルギアソリッド2の実況をさせていただきます、ゆっくりです。早速ですが、今回はチュートリアルみたいなものなのでサクサク行こうと思います。ふふ、武器が一つもないね。それじゃあ、アイテムを探してきます。探してきました。カットって便利ですね。赤外線ゴーグル2、ヒゲ剃りって、これでどうすればいいんだよ。敵に見つかったらおしまいだろ。まあ、怒っても仕方ないので先に進みます。うん、敵がいるね。それにしても、武器も持たされないままスニーキングミッションだなんて、あのじいさんは何を考えているんだか。ん？なんだ？ライデン、もう操作には十分慣れただろう。任務を進めてくれ。時間がない。そのエリアの奥にある昇降機に乗って、ビッグシェル上部に上がるんだ。このじじい、なら最初から武器をよこせってんだ。こっちは武器を探してるってのに。聞こえているぞ。やはり俺の他に誰か侵入者がいる。ありえないことだ。チームではない、単独のようだ。単独だと？素性は分からんが、ここの見張りを全て片付けてくれたようだ。みんな気を失ってる。かなりのタフガイだ。調査が必要だな。しかし敵が無力化されているのはとりあえず好都合だ。今のうちにことを進めるとしよう。昇降機の前に端末がある。ノードと呼ばれるものだ。ナードだって？ノードだ。なるほど、ノードか。ノードを使えばビッグシェル内の作業支援コンピューターネットワークに接続できる。何ができる？ビッグシェルのマップが参照できる。そしてそのデータによってソリトンレーダーが使用可能になる。ソリトンレーダー？ VR 訓練で重宝したレーダーだな。人間の生体反応に起因する電磁場を活用して判定を行うシステムだ。それらを GPS や各隊員から収集されるエリア測定値により誤差を修正したマップ上に投影する。この膨大なデジタル処理を行うためにもノードによるマップ情報のダウンロードが必要なのだ。ノードは1メートルくらいの高さの青い端末だ。各エリアに最低1台はある。接続するにはどうすればいい？ノードの前でアクションボタンを押すだけだ。あとは君の体内のナノマシンが自動でセキュリティを破りノードを使用可能にしてくれる。敵兵たちが目覚める前にアクセスを完了しろ。敵に発見されるとアクセスは一時的にできなくなる。注意するんだ。
了解。それじゃあ早速アクセスします。ふふ、全然大したことなかったね。ライデン、気絶していた敵が目を覚ましたぞ。気をつけて、ジャック。言い忘れてましたが、この子は私の彼女です。ちなみに17歳です。彼女がいるってとてもいいね。毎日がとても楽しいです。世間ではリア充なんて言葉が流行ってますが、私はそのリア充です。ひひ、さあせん。うん、あれが昇降機か、あれに乗ればいいんだね。それじゃあ、早速乗りに行きましょうか。私みたいなエリートは、こんな状況何度もくぐり抜けていますから、サクッと進みますよ。まずは、敵兵の様子を見ます。そして、音を出して相手の注意をこちらに向けます。そして、敵兵がこちらの様子を確認しに来るんで、物陰に隠れます、うん。敵兵が自分の配置に戻るときに見つかります。ジャック、どうしたの？返事をして！ジャック！ジャック！この作戦は一番良くないので、やめておきましょう。私の作戦はこうだ。単純に、敵兵が目覚めた瞬間より計らって倒せば簡単なんですよ。ふふ、ほらね、簡単でしょ？レーションもらっていきます。この調子で残り二人を倒しちゃえばもう安心だね。息を潜めて、ゆっくりと、慎重に。むう、なかなか敵兵が隙を見せませんね。こうなったら強行突破を仕掛けてみますか。うお、危ね、見つかる見つかる。誰だ？お、敵兵が気を取られている隙にさっさと行きましょう。テロリストたちはサンズ・オブ・リバティと名乗っている。サンズ・オブ・リバティ？そうだ。そしてそのリーダーの名はソリッド・スネーク。ソリッド・スネーク、シャドウ・モゼスの英雄。このレーンを変えたのはそれが理由か？そうだ。だが彼であるはずはない。スネークは2年前のタンカー沈没事件で死んでいる。自分が沈めたタンカーと共に生きていたのか？それはありえない。そんなことよりどうですか？このサングラス、この日のために押されリア充必須アイテムを買ってきたんですよ。かっこいいでしょ？知ってます。なんかアイテム落ちてるね。こんなの2時間かけてられないんだ。さっさと建物内に入らなきゃ。で、どこから入ればいいの？入り口が見当たらないんですけど。どうやらここから入れるとの情報です。
またコールか。ライデン、シールチーム10が突入を開始した。フォックスハウンドとシールのコンセンサスは本当にないのか。先方は我々のことを何も知らない。我々は隠密組織だ。任務も機密事項。君の潜入を知る者はごく少数だ。今回の作戦はペンタゴンが直接指揮を執っている。国家安全保障決定命令も副大統領と国防省長官によって行われた。君の任務は極秘だが、正規の手続きに基づいているんだ。心配するな。今回はこれで終わりです。ご視聴、ありがとうございました。建設された、巨大海上除雪施設ビッグシェルが、サウズ・オブ・リバティを、名乗るテロリスト集団に占拠された。施設の視察に訪れていたアメリカ大統領とを人質に取り、彼らが要求したのは現金300億ドル。要求を飲まない場合ビッグシェルを爆破すると通告してきた。人質の救出とテロリストの武装解除のため、フォックスハウンドの新人隊員であるライデンがビッグシェルに単身潜入を開始する。そしてそのライデンを操作しているユックリは、編集を甘く見ていたため早くも失踪という言葉が頭をよぎった。だいたい、メタルギアソリッドはムービーが多く実況向きじゃないんだよね。ムービーばっかりだと動画時間が長くなっちゃうし、だから全パートみたいにどういう物語なのか、わからない動画になっちゃったんだ。ごめんね。などと抜かしおる。皆さんどうも、ゆっくりです。今回は新たな登場人物が、出てきます。屋上の方を見てくる。一階を任せたぞ。了解。どうやら屋上にも、敵兵が配置されるみたいですね。あそこにノードがあるね。さっさと接続しちゃいましょう。ん？ふふ、無能な兵士だ。足音も聞こえないのか。そういえばゲーム音量とかゆっくりの音量はどうですか？ちゃんとしてますか？大きかったり小さかったらコメントでご指摘ください。全力で直していきますので。多分。あ、ちなみにこの動画のゆっくりは、ゲームが下手くそなのでスーパープレイなどは、期待しないでね。このメタルギアソリッド2に、出てくる敵兵は、全員ものすごく視力が悪いです。なのでよっぽどのことがない限り見つかったりはしません。ほらね、あんな距離でも見つかりません。さあ、さっさと進んじゃおうね。気をつけろ。連絡橋の中央に見張りがいる。そのまま進めば発見されるぞ。どうすれば？エルードを使うんだ。エルード？腰くらいの高さの手すりに向かってアクションボタンを押すと、手すりを乗り越えて向こう側にぶら下がることができる。そのまま移動すれば敵に見つからずに進めるはずだ。わかった。やってみる。グリップゲージを忘れるな。エルードしている間、時間とともに減っていく。ゲージがなくなると落下してしまうぞ。了解。待て、ライデン。今、シール10突入部隊の無線を傍受した。傍受？もう一度言うが、彼らは我々の存在を知らない。盗み聞きってわけか。そっちへつなぐ。こちらアルファゼロ、大統領を確保。無事か？無事です。パッケージは、海軍大佐ともども保護しました。楽勝でした。よし、ヘリを回す。脱出してくれ。了解。どうした？大統領を守れ。アルファゼロ、こちらアルファゼロ、敵と遭遇。バカだ、羽が。どうした？アルファゼロ、オールアルファ、応答せよ。ライデン、大統領の身が危ない。 B 客に急いでくれ。よっしゃ、行くぞー。うおー、うおー、
私の筋肉よー。嬉しいかー。私の筋肉が悲鳴を上げてやがる。ふふふ、そんなに喜んでくれるのか。私も嬉しいぞ。ほーら、二の腕がパンパンになってきてるよ。もっとだ、もっと私の筋肉たちを、痛めつけてくれ。むう、敵兵が邪魔で通れないね。早くあっち行け、しっし。さあ、今回新しい登場人物が出て。嘘でしょ、ジャック。答えて、ジャック、ジャック。さっきはタイミングが悪かったね。あとちょっと早ければいけてたよ。ここからちょっと真剣に行くよ。ここで新たな登場人物が出てきます。お前は。今日は五人。いや、六人。こいつの名前はバンプ。デッドセルの元隊員。ルーマニア出身のナイフ使いで。ゲイ、ノンケは関わるな。待て、俺は敵じゃない。落ち着け。俺はプリスキン、色恋プリスキン。注意。こいつの名前はプリスキン。ビッグシェルを占拠したテロリストの鎮圧のために投入されたアメリカ海軍特殊部隊シール店の隊員。ヘリからのファストローブ。さっきこの人に助けてもらいました。いいサングラスだね。でも私の方が彼女いるしかっこいいけどね。キリ、その兵装、フォックスハウンドか。そうだ、フォックスハウンドは解体されたはずだ。お前、フォックスハウンドの前はデルタフォースか。タバコは吸わない。そういうな、役に立つこともある。ついでだ、これも持っていくといい。代わりにこれを。141.80。 141.80。 俺はブリーフィングを受けてきている。
この施設やデッドセルのことについて聞きたければ連絡しろ。通信は生々しいんだ。そうだ、そっちの無線機にもつなげる。プリスキンから銃をもらいました。これでようやくまともに戦闘が、できますね。ありがたくもらっていくよ、プリスキン。それじゃあ、早速 BC 連絡橋に行ってみます。うん、何か音がするね。どこだどこだ？ここか？あ、これの音か。これってどこからどう見ても爆弾だよね。ほっとくとしよう。でもなんだろう？この気持ち、明らかに危ないのにこの胸の高鳴りは、とても魅力を感じる。目の前にボタンがあったら杖をしちゃうこの感覚。プリスキン、君にはわかるよね。ふふ、そうかそうか。君も僕と同じ気持ちなんだということが分かったよ。でももう止められないんだ。あーもう、我慢できない。行くね。ご視聴ありがとうございました。うおー、やめろー、やめてくれー、お願いしますー、ごめんなさいー、そこはラメー。あーん、もっとー、もっと激しく吸ってー、そこー、そこいいのー、ダメー。もっと優しくしてー。はぁ、はぁ、はぁ。あふん、悔しい、こんなやつに。やめろーって、あれ？夢か？あれは夢だったのか。ああよかったあれは見てー。なんだいきなり、プリスキタタ、だからなんで撃ってくるんだ。いい加減にしろよてめー。なんの迷いもなく撃ちやがって。ちょっと待ってろ。今コールする。理由次第じゃただじゃ済まさないぞ。これだこれ。ライデン、ふざけるのもいい加減にしろ。あれ、いてて、あれか、さっきの爆発で怒ってるのか。あぶねえ、あれ相当怒ってるよ。なんだよまったく、私を二度も殺すつもりか。あれは仕方ないだろ、不可抗力なんだよ。ああもう、出血してるよ、血出ちゃってるよもう。あいつ絶対に許さん、私のノートに書いておくからな。はいこれでもうお前のしたこと、忘れないからな。せっかくハンドガンもらって仲間になったと思ったのに、もう敵だよあいつ。このもらったハンドガンであいつの息の根を止めてやるから覚悟しとけ。はぁ、なんかドンパチやってたけど。まあいいや。あ、皆さんどうも、ゆっくりです。今回からソリトンレーダーは使わずにやっていくよ。あんなのに頼らなくても私には、優れた互換が備わってるから必要ないんですよ。さてと、どうやらこの建物には爆弾が仕掛けられてるみたいだから誰かに協力を求めなきゃ。
って書いてあるの。これ白すぎて文字が読めないよ。こっちは MI? ミー? まあいいや、先に進むとします。動くな。撃つぞ。警官。いや、NIPD ではない。ブラボーチームと共に来た。あんたは、シール店の連中はどうなった？全滅した。全滅？そいつは弱った。まだだ、動くな。大丈夫だ。その男は敵じゃない。誰かで構わず銃口を向けるもんじゃない、若いの。あんたは？ああ、私はピーター。ピーター・スティルマン。インディアンヘッドの教官、NIPD 爆弾処理班の顧問でもある。そう、そして今回貧乏節を引いた哀れな老人。何かあれば無線連絡をしてくれ。周波数は 140.25 だ。若いの、お互い頑張ろうや。センパーファイ。あの男、シールズではない。海軍の人間ではないな。え？センパーファイ、常に忠実であれ。ジャヘッドの言葉だ。まあいい、爆弾を頼む。あんたはどうする？じきここにも敵兵が戻ってくる。この貯蔵庫にしばらく身を隠しておく。中から鍵をかければ安全だろう。食料もたくさんあるしな。私のことは心配せんでいい。ここから無線機で指示を出す。頑張れよ、若いの。爆弾解体は己との勝負だ。恐怖に飲まれるな。恐怖に屈したとき闇に引き込まれる。そうだね、恐怖は喜びとか悲しみとかと同じでただの感覚だからね。そんな弱っちい感覚に支配されるような人間では爆弾処理なんか、なんだあれ、段ボールかぶりながら走ってるよ。ふうくすくす、ねえねえどこ行くの？どこ行くの？お、あ。まずいまずい、早く早く逃げなきゃ。ミツカ。そんな。私としたことが、あんな段ボールごときに気を取られるとは、深く。おいこら、待て、待ちやがれ。段ボール何個もつけてるんだね。しかも銃弾が効かないんだね。しかしあの段ボール、一瞬で監視カメラに見つからないまま通るとは、ただものじゃないね。誰か来たね。見つかるわけにはいかないんでね。私はここで待ち伏せさせてもらうよ。動くな。お助け。動くなよ。絶対に動くなよ。ふふふ、悪いが君には死んでもらうよ。よいしょっと。お、センサーが爆弾を見つけたようだね。うん、ソリトンレーダー使ってるって？いつからセンサーは使わないと、錯覚しているんだね。ここは、トイレか、さっさと爆弾処理していこうね。うん、ここが怪しいね。入って調べてみましょう。ないなぁ、女
女子トイレにはナプキンがあると思ったんだが。おい、スケルマン、スケルマーン。ライデン、あんたがいる客にはまだ信用が残っているぞ。どこに？そうだな、ヒントをやろう。これまで男なら入ったこともない場所を探せ。入りたくても入れなかった特別な場所。こんなことでもなければ入れない。え？うん？あんたはもう入っていたようだな。いやはや。女子トイレなのここ。知らなかったわー。女子トイレだとは思いもしなかったわー。あ、ここに爆弾があるのね。早速処理していきましょう。こちらライデン、C 客の C 音を片付けた。女子トイレの天井に仕掛けた。そうか、あいつらしくない。何かおかしな点でも？ああ、プリスキンの報告も聞いているが、どこも効果的な石ではない。どういうことだ？ここを沈めるための最適な設置場所ではない。沈めるつもりはないということか？うん、明らかに爆薬の無駄遣いだ。あるいは何か見落としているのか。罠。あいつは私が出てくることを予期していたはず。何かありそうだ。なんだか安心したらトイレ行きたくなっちゃった。誰もいないし、ここでいいや。ふう、あ、大佐に一応連絡しとかないと。ライデン、もう十分だろう。満足したらさっさと任務に戻ってくれ。ジャック、私この任務引き受けて本当に良かったと思う。え？今まで知らなかったあなたを見ることができた。さよなら。あれ？なんで怒ってるんだ？でも怒ったローズも可愛いな。あら、ジャック、何か用かしら？何か用って、セーブしたいんだ。どうぞ。うん、これセーブできないね。一体どういうことなの？冗談だろ。おい、ローズ。まだ何か？何かじゃないだろ。セーブしてくれ。頼むよ。いいけど、その前に何か言うことあるんじゃない？何？あれは俺が悪かった。これでいいか？結構。まだまだ。何か？いや、なんでもない。一人ごと。ご視聴、ありがとうございました。前回のあらすじ。私の名前はゆっくりライデン。ごく普通の一般人。だけど、ひょんなことからフォックスハウンド隊員にされちゃったの。大佐からは、ビッグシェルが、サンズ・オブ・リバティを名乗るテロリスト集団に、占拠された。君に依頼する任務は、人質の救出とテロリストの、武装解除だ。なんて言ってくるんだから困っちゃう。仕方なく依頼を引き受けると、武器も渡されないままそのまま単身潜入させられて、もう大変。これから私、どうなっちゃうの？ふふふ、いつ見ても私はかっこいいなぁ。鏡よ鏡、鏡さん。この世で一番かっこいいのは、誰ですか？この世で一番かっこいいのはゆっくりさん。皆さんどうも、ゆっくりです。前回、なぜかローズに怒られました。これは任務だから仕方ないことなのに、怒るなんて、全く、わけがわからないよ。ちなみにこのことはもうノートに、書いてあります。このエリアにはもう爆弾はないみたいなので、他のエリアの爆弾を探しに、行きたいと思います。ソリトンレーダーないけど、まあなんとかなるでしょ。センサーがあるんだし。この時ゆっくりは、ソリトンレーダーがないことにより、ゲームの難易度が跳ね上がることを知る由もなかった。さて、確かここは段ボール男がいたところだな。いつの間にか敵が復活してるみたいだ。さっさと片付けようか。よし、今だ。いやー悪いねー。君も仕事だろうが、こっちも仕事なんでね。ゆっくりおねんねしていってね。
すっかり忘れてたけどここに、監視カメラあったのね。2階も見つかるなんて、不覚。だがこれでもう見つかることはない。さてと、次はここか。まずは、敵が何人いるのか確かめなきゃ。1、2、3、4、4人か。まあなんとかなるかな。よし、私の作戦はこうだ。このエリアに配置されている兵士4人を、さっき手に入れたこの麻酔銃で、全員眠らせてから、ゆっくりと爆弾処理をすることにしよう。それじゃあ早速実行していきます。一通り。だーり。ふう、近くにいる敵は片付いたかな？じゃあ、私は爆弾処理に取り掛かるとしようかな。センサーが爆弾を、見つけたようだね。あらよっと。危ねえ、見つかるところだった。あの兵士を先に、眠らせておくか。うん、全く当たらねえ。どうなってんだ、このポンコツ。爆弾発見。早速処理します。シューさてと、次を探すかな。その前に、こいつを海に返してきます。じゃあね、バイバイ。うん、最後の一人か、おやすみぐんない。ここにもか、敵兵が目覚めると厄介だからな。さっさと処理します。シュー。まだセンサーが反応してるな。この上かな？それにしてもなんで同じ場所に爆弾仕掛けてあるの？バカなの？私の方がまだマシな場所に仕掛けるよ。君も海に帰りなさい。ほら、ここ近道だから。じゃあね、バイバイ。こんなところにあったのね、気づくか。こんなところ、センサーなかったら一生探し続けてたわ。さてと、このエリアはもう片付いたから、次の場所も探してきます。あと、4つのエリアに爆弾があるのか、こりゃ相当時間がかかりそうです。よしよし、次はこのエリアの爆弾を、処理していきます。敵が多いね、こりゃあまた時間がかかりそうだ。ここは、最低限邪魔な敵兵だけを、眠らせてから、爆弾を処理することにしましょうかね。それでは、早速そこの敵には眠ってもらいます。こいつは動き回るから厄介なんで。ここは強行突破しかない。私は段ボール、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 私は段ボール。段ボール、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 ルル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 ルすぐ私を見つけやがる。ほらよ、寝てな。ここの兵士、やたらと目がいい。おそらく、鷹の目を持っているのだろう。ふざけんな、なぜバレたし。お、ちょうどいい。今のうちにあいつも眠らせておこう。おいおい、また他の敵が気づいたよ。もっかい寝てろ。増援が来るみたいなので、ここは一旦戦略的撤退を取り、もう一つの方の爆弾を処理してきます。また捕まってたまるか。ここか。どうやら、匂いのない爆弾が見つかったみたいです。その爆弾を見つけるセンサーが、もう完成してるみたいなので、今から取りに行きます。よし、レッツゴー。
うん、敵はいないみたいだね。ちょうどいい、今のうちにセンサーを取りに行きます。確かスティルマンがこもっていた場所に、あると言っていたな。センサー発見。スティルマン、センサー B を入手した。そうか、A 客底部に向かってくれ。無臭爆弾はどうなった？目の前にあるが、まだ近づいてはいない。プリスキンの方はどうだ？もう少し待ってくれ、今最後の客に到着した。敵兵が邪魔だ、先に排除する。スティルマン、厄介そうなのか？あ、少し妙だ、起爆装置が作動していない。何？だがセンサーは生きている。これは…こちらプリスキン、最後の C4 を発見した。まさか。今から凍結する、これで…プリスキン、待て。やはり…どうした？起爆装置が動き出した。カウントダウンしている。どういうことだ？通常の C4 爆弾の信号が全て消えたら、こちらの爆弾が起動する仕掛けになっていたんだ。ライデン、シェルワンの爆弾も起動しているはずだ。間違いない、急いでくれ。残りカウントは200秒だ。200秒。ライデン、急げ、 A 客テープに急ぐんだ。というわけで、プリスキンがやってくれたおかげで、私にしわ寄せが来ました。でもなんだろう、この3分弱で運命を左右するというのは、なんともドラマチックだ。こんな状況で爆弾止めたら私、すごくかっこいいんじゃないか？よっしゃー、テンション上がってきたー。絶対止めるぞー。ライデン、プリスキン、いいか、よく聞いてくれ。どうした？まずった。何があった？ハットマンにやられた。距離だ、マイクロ波だ。マイクロ波？2メートル以内に近づくと感知する。私の教えていないトラップだ。さっきの仕掛けといい、このトラップといい、爆弾の技術に関する限り、奴は私を超えたな。だが、おやじさん逃げろ。いや、あと30秒もない。そんなバカな。プリスキン、エッジ極からなるべく離れろ。おやじさん、ライデン、近づいてはダメだ。冷却スプレーは離れた位置から噴射するんだ。俺にできるのか？お前ならできる。いや、無理だ。大丈夫、やるんだ。お前ならできる。スティルマーン。スティルマン、あなたのことは忘れるまで忘れません。最後は爆弾のスペシャリストらしい死に様だったよ。だけどね、私はまだやらなければいけないことがあるんでね、ここで死ぬわけにはいかないんだ。あれ、ちょっと待って、確かここにあったゲフンゲフン。爆発落ち、ありがとうございます。自分の勘に頼っていたのが間違いでした。素直にセンサー使います。大佐、爆弾を解体した。よくやった、ライデン。大きな犠牲を払った。ああ。大佐、爆発の影響は？汚染海水を巡らせる経路が破壊されたらしい。シェル2の中央島が浸水している。それと油膜に引火して海面が炎上している。有毒物質の発生は？今のところは心配ないようだ。ビッグシェルは姿勢維持できるのか？大丈夫だ、シェル1には影響はない。とにかく爆弾の脅威は去った。次の指示は？大統領の救出に向かってくれ。とりあえずそこから上に戻るんだ。了解。ご視聴ありがとうございました。では本来の任務に戻ります。私の名前はフォーチュン、デッドセルの元リーダー、通称幸運の女神。撃ち込まれた銃弾は全てそれグレネード木発になるという驚異的な幸運の持ち主。大型の個人携行用レールガンを使う。やはり生きていたのね。嬉しいわ。私はこの時が来ると信じていた。
さあ出てきて私を殺しなさい。父を殺したように、さもなくお前を殺す。まずい。あの男じゃない。いえ、面白そう。お前、地獄を見たことがあるわね。お前なら私を殺せるかも。私はフォーチュン、戦場で幸運を使い果たす女、そして死を拒絶された女。さあ私を殺して。はい、来ました、ボス戦です。こいつはレインガンを使うみたいなんで、十分気をつけて戦いましょう。ああ、そういえば私今日の朝食、パン1枚だけだったんだ。だから力が出なかったんだ。なるほどなるほど、決して普段の私は弱くありませんよ。っていうかなんだこれ、一発食らっただけで瀕死じゃないか。畜生ふざけんな。はい、当たりません。勝てる気がしません。っていうか、さっきから気になっていたんですが、何ですかこの BGM。レールガンですか？相手がレールガン使っているから流れているんですか？レールガンはレールガンでも時は台の、エースじゃありませんから。レベル5じゃありませんから。可愛くないから。それに、相手の体力見てくださいよ。何ですかあの体力。あんなのワンパン一発で倒せますよ。なんだろうね、この感じ。私が主人公のはずなのに、なんだか向こうの方が主人公な気がしてきた。お前なら私を殺せるかもとか言ってたし。あれ？そしたら私勝てないんじゃね？弾も当たらないし、なんだか勝てる気がしなくなってきたよ。あーもう死にたくなってきた。いっそのこと死んじゃおう。へえ。バカ野郎、死んだらどうする？お、昇降機が降りてくるみたいだね。うまくいけばここから逃げられるんじゃないか？よし、そうと決まれば昇降機が降りてくるまでなんとか生き抜いてやる。で、またやられてるよ。ライデン、大丈夫か？ライデン、ライデン！さあ始まりました。第1回、ライデンは何回倒されるでしょうか？実況は、私、大佐が実況していきたいと思います。あまりにも倒された回数が多くて、ただ見せるだけでは面白くないと思い、このようなクイズ形式となりました。おっと、早速1回目です。さあライデン、この状況を打開することが、おお、ここで立て続けにやられた。これで3回目です。この状況を打開することができるのだろうか。相手は幸運の女神、武器は一切通用しない。それに見え、ここで4回目だ。それに見えない壁に阻まれて、接近することもできない。フォーチュンは倒すことができないので、ライデンは何もできません。ただひたすら逃げるしかないのです。5、6、7、決まったー。トリプルアクセルだー。残念ながらクワトロフルアクセルを決めることはできなかったようです。さあライデン、一体何回やられれば気が済むのでしょうか。8、10、10、立て続けに決まったー。ここでとうとう左上、右下ともに終了。残りは右上、左下だけとなりました。ということは全部で12回。という結果になりました。正解した方には、このさやかちゃんの恋愛成就お守りを、持つ権利を与えます。さてと、準備運動はこれぐらいにして、そろそろ本気を出しますか。この雷電、何回も対戦した結果、あることに気がつきました。それは、このレインガン、避けられるんです。まあ見ていてくださいよ。だけ25回死んでるピンでピン。とにかく、この動き、どこかで見たことありませんか？
そうですね。今はもう予感があるので合ってますよ。うん、あれ？おかしいな。曲が流れませんよ。この動きと言ったらあの曲しかないだろ。なんだよなんだよ。向こうはレールガンで曲が流れるってのに、私の場合はなしですか。ちょっと恥ずかしかったですよ。シュッ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 。どや？だいぶ避けられるようになりましたよ。避けられるようになったとはいえ、この曲が流れている限り絶対勝てないんじゃないかと思ってきたよ。もしかしてモノホンのレールガンが出てきたりするとか。うわうわうわ、本当に出てきちゃったよ。うっすらと見えたよ。じゃあさじゃあさ、この動き見てよ。この動き、何か思い浮かぶものがあるんじゃない？また何にもないのかよ。ふざけんな。もしかしたら出てくるんじゃないかとか少し期待してたのに、またこれだよ。またいらぬ恥かいたよ。うわ、もうやばい。あと一回食らったら死ぬって。私は老女を残して死ぬわけにはいかないんだ。いい店を知ってるから、これが終わったら一緒に行こうって約束したんだ。ライデン、パットマンからこちらに直接連絡があった。パットマンか。ああ、ヘリポートにまた仕掛けたらしい。ライデン、君を指定してきている。何？スティルマンが亡くなって次のターゲットは君らしい。なぜ俺なんだ。わからん。こっちはそれどころじゃないぞ。すでにタイマーが起動している。なんてこった。あとどのくらいだ。カウントを表示する。あと200カウントだ。ここを破壊する気だな。デッドセブンの目的とヤツの目的はすでに違うようだ。応援は？ダメだ、今からでは時間がない。爆弾はどっちのタイプか。そこまでのヒントはもらえなかった。クイーン、俺が変わろう。どうしたの？バットマンが暴走している。本当にここを沈めるつもり？そうらしい。このままでは計画が水の泡だ。でもどうして？さあな。奴はただの爆弾魔になり下がったようだ。もう思想も理念もない。ジャクソン隊長への忠誠も。分かった、脱落者は私の手で始末する。あの男じゃなかった。そのようだ。少しは期待したんだけど。クイーンは殺せなかったか。もうよろしい。では俺の好きなようにする。じゃあ後で。ば今だ。死ぬべきはこの私なのに、なぜ私だけが死ねない。また一人になった。また私は死ねなかった。
まだ生きろというの？父さん、いつまで生きればいいの？お前なら私を楽にしてくれると思っていた。しかしお前に私は殺せない。死ぬことはない。俺は一度死んだ男。バンブ、死にはしない。ご視聴ありがとうございました。メタですか？ウサミちゃん、うさみちゃんは近所でも評判の名探偵だよ。その世の全ての犯罪者はたとえ親だろうが友人だろうが決して容赦することなく警察に通報するくらいの心構えだよ。学校で大事件！にゃー、事件のようね。わっ、久々にうさみちゃんの名推理が見られるぞ。どうしたの、にゃみちゃん。机の中に猫の死体でも入れられてたの？妙に発想が恐ろしいよ、うさみちゃん。世の中は死んでいるから何が起こっても不思議ではないのよ、クマキチ君。何かが盗まれたとかだよ、きっと。そうなの？私のスクール水着が盗まれたの。なんてハレンチな。許せないね、うさみちゃん。うさみちゃんの目つきが鋭くなった。これはうさみちゃんのインスピレーションが働いた印だ。この特徴からうさみちゃんは別名、うさみちゃん目つき悪と呼ばれている。あの鋭い目から逃れられる犯人は一人もいないんだ。さあ、始まるぞ、うさみちゃんの名推理が。前回はひどい目に遭いましたよ。あれじゃあまるで私が悪者じゃないか。私は主人公だよ。クラスの目標、一人一人が主人公、とはわけが違うんだよ。皆さんどうも、ゆっくりです。今回は一回も死んでおりません。何回も死亡シーンを見てると、飽きてきますからね。まあ本当は二桁ほど死んでますから。編集がめんどくさかったというのが、本音だろう。おお、お前がそうか。時間通りだな。パンクチャルな奴は嫌いではない。デッドセル。俺はファットマン。この世界で最高で最高の男だ。聞こえるか？このリズム。時の鼓動だ。生命の鼓動でもある。いいだろう、この音。俺は子供の頃から時計売り場が好きだった。人の人生は限られている。爆弾は時を刻む。そして爆弾だけが正確にその終焉を教えてくれる。貴様、間に合ってよかったな。パーティーはこれからだ。いい味だ。ステルマンに乾杯ってところだな。ビッグシェルを爆破してしまえばお前たちの要求は叶えられないぞ。要求？何のことだ。現金300億ドル。そういうことか。何を言ってる。何？いずれわかる。
まあ奴らが何を目論もうと俺の知ったことではない。俺の望みはただ一つ、爆弾界で伝説になること。バカだ、誰もお前のことなど取り上げない。いや、俺は確実に歴史に残る。ステルマンをも超えた男としてな。奴らに協力した理由はそれだけだ。お前はステルマンを超えてなどいない。何？お前は彼の精神を受け継いでいない。何がおかしい。そんなものは死んだよ、半年前にな。半年前、デッドセルが壊滅した。そうだ、あの地獄の中でくだらんものは全て死んだ。そして俺は自由になった。そうでなければたどり着けない事件というものがある。今の俺こそ爆弾界のトップにふさわしい。お前はただの犯罪者だ。犯罪者として語り伝えられる。俺はアーティストだ。これだから粗暴な軍人は嫌いだ。さあ時間だ、そろそろパーティーを始めよう。いいか、俺が爆弾を仕掛ける。セットしてから数十秒で爆発する。爆破されたくなければお前が爆弾を処理しろ。笑う角には福来たる。よし、行くぞ。どっか行かないで。どうしたんですか、大佐。バットマンについての説明をしてなかったからしてもいいか。それって必要ですか。これをみんな楽しみにしてるから、やめるにやめられなくてね。大佐、それ自意識過剰義務ですよ。誰も楽しみにしてません。でもまあ、お願いします。そうか、こいつの名前はファットマン、デッドセルの元隊員、爆発物のスペシャリスト、通称、爆弾王、また、自称、史上最高で、最低の男、実際の時、インターネットで手に入れたあるマニュアルから原爆を、組み立て、爆弾界では知らぬ者のいない有名人となる。ありがとうございます。そうだ、ライデン。爆弾魔が戦うということだからこの曲を用意した。今から君のナノマシンを通して流すから、ミュージックスタート。そうですね。できるだけかっこいい曲でお願いします。確かに爆弾に関係ありますね。私は結構好きですよ。ああ、盛り上がるだろ。そうだ、大佐、聞きたいことがあるんですけど。なんだ？なんかものすごくダメージ量が少ないんですけど、なんですかこれ。ヘッドショット決めても全然減らないんですけど、私が使っているハンドガンってちゃんとした実弾ですよね。なんだいきなり。もちろん豆鉄砲だぜ。豆鉄砲なの？しかも、二豆だ。二豆なの？嘘だ。嘘なの？二豆を弾薬代わりに使うわけないだろ。まったく、考えればすぐにわかることだろう。弾薬した実弾だよ。おそらく爆弾で戦っていることに興奮して脳内麻薬が分泌されているのだろう。爆弾界で伝説になるとか言っているのだから、ありえない話でもないだろう。確かにそうですね。一瞬、弾薬が二豆だったら手がベタベタですよ。で、ぶっこもうかと思いましたよ。そうそう、前のコメントでこの曲は、なんだ？との質問があったのでお答えします。どうやら、絶望先生や荒川アンダーザブリッジの BGM を使っているようです。どうしたんですか、いきなり。独り言言うなんて。いやーなんだか、ユニッチが動いてね、喋りたいだね。何言ってるんですか、大佐。ふざけないでくださいよ。ぶっ飛ばしますよ。ぶっ飛ばす？上司に向かってぶっ飛ばすとは、末恐ろしい部下だよ。すいません大佐、今戦闘中なんで集中してたんですよ。逆にか、全然逆でもない気がするんだが。そこはあえて、逆に。なるほどな、逆にか。さあ、さっさと倒しますよ。爆弾処理して敵を倒そうとするとは、さすが私の部下だな。
はい、逆にね。逆に挑戦するわけだな。おがないで、あともう少しで倒せるぜ。あーあと一回、あーあと一回。そんなアンコール、アンコールみたいに言われても、これ弾薬は詰めながら戦わなきゃいけないから時間かかるんですよ。しかも異様にたくて、何発も銃弾撃ち込まなきゃ倒れないんですから、簡単にはいきませんよ。うわうわうわ、ライフもやばいって。大佐がくだらないこと言うからまたやられそうじゃないですか。ぶっ飛ばされたいんですか。いや、ぶっ飛ばされたくはないんだが、君、どんどん手ぶてしくなるな。さてと、ここからが本番だ。私のライフがゼロになるか、向こうのライフがゼロになるか、どちらもあと1回でやられる状況。こうなったら必殺技を使うしかない。超必殺ユニバーサルスペシエなかったでござる。俺のスーツが、なんてこった。もうパーティーには来ていけない。パーティーは終わった。まだ終わっちゃいない。何？何をした？これは何だ？綺麗な手だろう。この繊細な指が芸術を作り出す。答えろ。これはここに仕掛けてある最大級の爆弾のスイッチだ。無駄だ。一度起動するともう停止はしない。どこに仕掛けた？どこだ？このエリアのどこかだ。心配するな。近くだ。どこだ？撃てよ。もう助からん。くそ！貴様に発見できるか。爆発すればビッグシェルは沈む。どこにある？それは貴様が考えることだ。これがパーティーの見せ場だ。せいぜい盛り上げて奴らを喜ばしてやれ。俺はここで死んで伝説になる。貴様もせいぜい楽しめよ。笑う角には福来た。あ、そうそう、ここの最後の爆弾なんだが、残り10秒になるとローズが爆弾の場所を教えてくれるから、一度聞いてみたらどうだ。カットマンの体の下は。いいですよ、やんなくても。場所なんてどうせ体の下とかにあるんでしょ。まあ大体予想つきますよ。ローズ、でもまあ爆弾の場所を教えてくれるとは、やっぱり私主人公だよ。主役確定だよ。本当にこんなところに爆弾があるのか。うわやばい、本当にあったけど、もう時間がない。スプレーで間に合うわけない。今からダッシュして間に合うか。考えてる時間はない。逃げろ。ほらやっぱりあったよ。ご視聴ありがとうございました。うさみちゃん、最後はスピード解決。うさみちゃん、うわー。